プリウス、やば。プリウス、やば。どういう暴走してんの今の。50制限なんすよ、あの3台前のプリウス。この工事現場ある中ピューンですよ。やばない？どういう神経で乗ってんのか怖くなるよね。ああいう車来るとマジでやめていただきたいんですけど、なんでこのほとんどの方が50制限で走ってる中ぶっ飛んでいくんですかね。名古屋ナンバー、若い方ですね、30代ぐらいの方。やばない？本当皆さんあんな速度出してダメっすよ。今日ね祝日なんですけど、まぶっ飛ぶ人結構見ます。車行くね。バイクもかなり速かったですね。あの速度はもう100キロ超えてますよね。いやもう怖い。もう速度差が本当に意味ない 怖さを生んでるんで、まあ一緒に走りたくないんだけども、免許返納してくらい、やめてくれ。平日とはやっぱちょっと違うんですよね。いや怖すぎる。平日、まあ、毎日ね仕事ですとかに乗られてる方は、まあ、常に安全運転意識してると思うんですけど、まあ、たまに休日しか乗らないような人とかね、もう頭のネジ 2,3 個外れてるような方いらっしゃるんで、めっちゃ怖いっすよ。はい、気をつけてくださいね。早いジープさん行くんだが、もう前渋滞してるの見えないのかな。全然意味ない速度ですよね。なんでこういう人が本当にもうあちらこちらにいるんだろうね。もう大多数の方は安全に行こうって速度守って運転し始めてるんですけどもね、意味ないですよね。ほら渋滞最後尾で止まってブレーキングですよ。意味あったんすか。残念しかない。皆さんはどうかね、あんな危ない運転しちゃダメですよ本当に。